二松学舎創立140周年おめでとうございます。教育とは世界を変えることができる最も強力な武器であると述べた人がいます。教育こそが不透明な世界を切り開き新しい道を作っていく最も重要な鍵であるというこの理想を信じ今後とも歩んでまいりましょう。漱石のように、尊敬するけど亡くなっておられないと、そういった、人に直接話を聞かせてもらうというのは大きな影響力を持つんだと思います。漱石はこういう人だという、いうようなことで非常に高いはずなので、そこは多分保持しないといけないだろうと、漱石ですからね。たまに聞いてる人たちの裏切るぐらいのことはした方がいいのかろうと、私個人はそう思っております。いかがですか。孫の草之助に自分の声を担当してもらうことになるとはありがたいような不思議な気持ちだ。